前回のあらすじ。無事にコースデビューを果たし見事に、ノーマルモーターでは、完走することができるも、計画のモーター比較は、一番最初の、アケポン、ハイパーダッシュモーターで、早くも飛んだ。早すぎでコースアウトの連発。計画には早くも暗雲が、立ち込めるのです。こんにちは、見たいもの作る企画、主任の僕です。こんにちは、通りすがりの、助手、F1 です。前回は見事に大失敗でしたね。今回は何を、するんですか？まずは、マシンの修理と整備、その後に、氷水に改造かな。改造パーツはこんな感じ。作業しながら進めていくよ。ビスセット D、ジャンプのダメージをもろに受けてひん曲がっちゃいましたね。ハイパーダッシュモーター、威力ありすぎ。FRP マルチワイドステー。19ミリオールアルミベアリングローラー、テーパータイプ。スーパー X シャーシ、FRP リアローラーステー。ジャンプして、コースに引っかかっても復帰できるように改造したよ。はぁ、警告、FRP はガラス全身です。吸い込まないように必ずマスクをつけてください。 FRP の粉はガチでやべえやつです。安全にミニ四駆を作りましょう。リューターで削った FRP は引っかかり防止ステーとして車体背面に配置。大口径ローハイトタイヤ、カーボン強化ホイール。ジャンプしすぎないように滑るタイヤに履き替えます。さあ、再チャレンジです。効果は出てるみたいですね。あ、もう一回チャレンジ。ジャンプはうまくいってるんですけどね。吹っ飛びますね。もう一回チャレンジ。ジャンプは綺麗にコースに収まってますね。コース復帰率も高いように見えるんだよな。やっぱりあの上り坂か。今回の課題は早すぎるモーターのデチューン。ふむふむ。新しくモーターを調整し直してコースクリアを目指すよ。いつも通りにざるな感じですね。それじゃあ早速いくよ。今回はアトミックチューンド2モータープロ使います。モーターのランク的にはこんな感じ。ふむふむ、2ランクくらいランクダウンしてますね。スピード的には良い感じなのでは。ランク的にはノーマルモーターよりも速いって感じだよね。おなじみの電池ボックスとは水口クリップでブレークインですね。軸受けに忘れずにオイルを使います。4時間くらいブレークインをして完成させました。早すぎて困ってるのに手間暇かけまくってますね。そこはほらローマンだから。さあ走らせます。ジャンプが低いし、飛んでない、飛んでない。確かにジャンプはブレーキバッチリ効いてるな。後世の復帰率も高いね。かなり満足なんだけど。お、お見事ですね。完走ですよ。レコードはこれ、19秒95。
いいね、ジャンプが低いわ。いいですね、これ。ジャンプシーンは絵になるな。ちゃんと狙ったようにコースに復帰してますね。あ、本当だ。結構スロー再生してみないとわからないもんだな。問題の場所もギリギリだけどクリアしてますね。コース復帰能力大事。スローで見るとシャーシの背面とリア側がすげー大事なのがわかるな。おー、マジでギリギリでしたね。いや、無事に完走できたよ。最初のと比べると随分改造したな。それでモーターの規格はどうなったんですか？何も進んでいない。結局楽しんで走っただけで終わっちゃってますけど、どうするんですか？うん、どうしようかな。次回なんとかするよ。今回はこれまでだね。まさかまた今回も懲りずに同じオチですか？もっとちゃんとやれや。次こそモーターの比較をやるよ。さてどうしようかな。ミニ四駆作って走らせようぜ。ゴールを目指して走れ。見たいものを作る企画。ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録をお願いします。それじゃあまた次回。